進入内から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。インコース1号艇大山、5コースから5号艇平川がいいスタート。一周の1マーク、イン先手1号艇大山、2号艇船越さす、3号艇小川まくり出し、5号艇平川握って内から4号艇津田、左内6号艇松瀬博美、押し切った1号艇大山先頭リードの方は4艇進化、2番手争い3号艇小川が1艇進先行、スターター正常。一周の2マーク1号艇大山千尋がトップターン、2番手争い内を狙うのが3号艇小川と2号艇の船越、外を握っていく5号艇平川、これは好判断、波のないところ行った5号艇平川2番手で先頭1号艇大山との定冠も2艇進達したとわずか。レーサーこれから2周回目、2周の1マーク先頭1号艇大山、この懐をめがけていく5号艇平川、大山捉えた、内から5号艇平川トップ逆転、1号艇大山2番手に交代、3番手並走、2号艇船越と3号艇古賀、各艇がスピット裏、これから2周の2マークです。2周の2マーク5号艇平川香織がトップターン、少しバタバタとしながらの旋回、1号艇大山千尋の差しはそれでも届かない、3番手は3号艇子が上位の体型、5番1番3番。今日この準優勝戦に向けての調整っていうのは、はい、何か求めてた調整した部分はあるんですか？そうですね、乗り心地をとりあえず求めていきました。はい、なんか展示はちょっと合ってないのかなって思って、ちょっと厳しいかもと思ってたんですけど、本番行ったら結構進んでるかなって思います。では明日の戦いに向けてファンの皆さんにメッセージお願いします。初優勝できるように頑張ります。応援お願いします。